青山山オペレッタ、ザ・セージ・ルのの木でですははい、い今回はファルチェのお話ととうことでピエナからは僕1人が指定させていただくんですけれどもピエナの3人の思いも背負いながら素敵なファルチェの皆さんビジュアルとっても素敵だったんですけども、あのー、その、ね、皆さんをしっかり支えながら素敵な第3弾にしていけたらなと思いますのでぜひぜひ皆さん劇場に遊びに来てくださいバイバイ